衛装備庁が研究を重ねて作った近代未来兵器レールガンの洋上試験に成功し、新たに120発連射ステージに上がったとの情報を入手した。今回は米国同類兵器の6倍の能力を持つレールガンを詳しく見ていきましょう。方針のエロージョン問題も克服し、このことに対して中国とロシアが猛反発しており、さらに三菱の小型原子炉が必要になるとも噂されている。2023年12月1日、防衛装備庁は研究開発を進めている近未来型大砲レールガンを海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して、10月17日に洋上射撃試験を実施した際の動画を YouTube の公式チャンネルにおいて一般公開した。また、12月5日には11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023における秘密資料も公表し、日本のレールガン研究開発が新たなフェーズに入っていることを明らかにした。この防衛装備庁技術シンポジウム2023とは、防衛技術指針2023と防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてという副題が課せられており、現在、防衛装備庁で研究開発を進めている未来型防衛装備品の研究開発の成果を発表するシンポジウムである。まるで宇宙戦艦ヤマトのような電気エネルギーによって弾丸を放つ電磁砲は、次世代の大砲とされるレールガンの日本における研究開発試験が、開発を断念したアメリカを超えて世界をリードする段階に進んでいる。レールガンの発射原理を簡単に説明すると、平行に設置された2本の電極棒のレールの上に小さな金属の玉体を乗せ、瞬間的に大電流を流すことで発生する電磁力によって金属団体を射出するという極めて単純な構造であり、強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力、ローレンツ・ツトムで玉体を射出する電磁砲とも呼ばれている。発射される玉体がミサイルよりも非常に安価であるという利点があるほか、従来のように火薬を使用して発射する弾丸よりも高速に射出することが可能で、かつ射程をはるかに伸ばすことができるようになった。防衛装備庁が現在試験中のレールガンは総重量8トンで、大きな電源部と砲身部と呼ばれる電磁加速装置で構成されていて、砲身となるレールの全長は約6メートルとなっていて、口径は40ミリメートルとコンパクトで発射される弾体も小さい。これを現在陸上自衛隊で最も多く運用されている榴弾砲 FH-70 と比較してみると、砲身長は約6メートルで、レールガンと同等でありながら、口径は約4倍の 155mm である。加えて、海上自衛隊の最新鋭多目的フリゲート艦も、神型護衛艦やイージス艦である、アタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などに搭載されている MK45 単装砲は、砲身長が約7メートル、口径 127mm となっていて、これらの火砲と比べても、レースルガンは、その砲身長に対して、口径がとても小さいことがわかる。この長くて、小口径の砲身から、弾体を、秒速2297m、約マッハ7、約8568km の超音速で射出することができ、従来の火薬を用いて射出する火砲の砲弾初速が秒速 800m ほどであることから、段違いの射出速度を持っている。砲から発射される弾丸の威力は、運動エネルギーにすると、弾体重量×速度の2乗で算出されることから、レールガンの破壊力は、弾体サイズが小さいながらも、かなりの威力を有しているようだ。さらに、超音速で射出される弾体の射程も非常に長く、火薬式火砲では、通常弾の射程が20から30キロメートル程度であるのに対して、レールガンでは、約7倍の150から200キロメートルにも達するらしい。しかしながら、レールガンでは、砲身となる電極棒との接触などによって、エネルギーの損失が大きいというデメリットもある。そのデメリットを補うために、上大電力が必要とされ、巨大な電力供給システムが必要となる所要があるほか、超音速まで加速するための距離を確保するには、長大なレールが必要となること、
あるいは、レールの摩擦、電気抵抗、耐熱限界などの点において、物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点として挙げられている。レールガンで連続射撃を実施する際に、大きな課題となるのが、弾丸と接触している方針レールが摩耗して損傷して、弾体の初速が低下することであり、いわゆるエロションが発生することである。このエロションに関して、過去のレールガン研究で弾体が発射される際の初期位置の周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびに初速が低下してしまうことをいかに克服するかが課題とされていた。防衛装備庁では、この課題の解決策として、方針レールの素材と電流の流し方の2点において改善研究を進め、この2つを変更することによって、エロージョン問題を克服したと言われている。1点目の方針レールの素材に関しては、これまで、導電性が高いことや加工の容易性から、主材料として、銅を方針の素材として使っていたのだが、これを、さらに導電性が高くかつ、摩耗に強い素材 X に変更することで克服した。2点目の電流の流し方に関しても、ある変更を加えて、瞬間的に大電流が加わることがないような放電方式 Y を開発している。この X と Y によって、弾体射出前の初期位置付近で発生していた、弾体の初速を低下させる顕著な損傷を抑えることができるようになり、120発の連続射撃実験では、すべての弾体の初速において、秒速 2000m 以上を記録して実験成功に至った。防衛装備庁では、このレールガンの将来的な用途として、2つのシナリオを描いており、1つ目は、従来の火薬を用いる砲弾よりも、レールガンの方が、はるかに長射程であり、かつ、高い威力を発揮できることを活かし、中国やロシアが、すでに、運用中の極超音速誘導弾を撃墜するための兵器として運用することである。2つ目の用途は、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、現時点では、長射程の巡航ミサイルによる攻撃しか方法がないのに加えて、長射程と高速、そしてレーダーに捉えられにくい小ささな弾体を生かして、敵が回避困難な打撃として活用することにある。この2つの用途のために、現在運用中の対空ミサイルや巡航ミサイルは、いずれも製造単価が超高価であり、限られた防衛予算の中で、それらを大量に製造、購入して保有することが非常に困難である。仮に、日本の現在の GDP を 1% から 2% に引き上げて、防衛費も大きく引き上げたとしても、保有在庫を一気に増やすことは厳しく、レールガンの弾体がはるかに安価であることは、日本経済にとっても大きなメリットとなるだろう。それでも、レールガンの弾体は、まだ長射程のミサイルが持つ誘導能力を保有していないため、遠距離で敵の誘導弾を撃墜することは困難であり、自衛隊においては、様々な防空兵器のそれぞれの利点を生かして多種多様的に運用する構想があるようだ。これまで、レールガンの研究開発を進めているのは、世界の中で、日本の他に、アメリカ、ロシア、中国、欧州連合、EU、トルコ、韓国であり、アメリカ海軍では、多額の研究開発費と数十年の時間を費やし、2020から2025年頃の実用化を、目標として、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社が、プロトタイプを開発して、試験が実施されていた。そして、2014年4月には、2016年中に、スピアヘッド級遠征高速輸送艦に、レールガンの試作機を搭載し、洋上での実証試験に入るとまで発表していたが、2022年度の軍事予算には、レールガン研究開発費が入っていなかったことから、その開発を断念したものとみられている。防衛装備庁では、今回の発射機の開発から兵器として運用するためのシステム開発に移行していく過程で、長射程であることを活かして、敵兵器の射程外から攻撃する兵器としての開発が完了し、我が国の抑止力としての貢献が待たれている。